イオンモール武蔵村山。イオンモール武蔵村山は、東京都武蔵村山市に立地する、イオンモール株式会社運営のモール型、ショッピングセンター。二角一モールのリージョナル型、RSC。2007年、平成19年9月22日に、運営会社の株式会社ダイヤモンドシティが、イオンモール株式会社と合併したことに伴い、ダイヤモンドシティミュー、ダイモンドシティミュー、 から、イオンモール武蔵村山ミューに解消。さらに、2011年、平成23年10月21日には、現名賞に再解消した。かつての日産自動車、村山工場、旧プリンス自動車工業跡地に立地、施設は日本リテールファンド投資法人の投資物件である。キャッチコピーは、ちょっといい。もっといい。一番いい。 ダイヤモンドシティ時代から使われていたミューの名は、立地する武蔵村山の頭文字のミュー、伝説の大陸、ムー大陸、学術、文化、音楽を司る神、ミューズから取られていた。計画当初の歌唱、大規模小売店舗立地法上の届け出名称は、ダイヤモンドシティたちかは、武蔵村山ショッピングセンター、ダイヤモンドシティたちかは、武蔵村山ショッピングセンター、であった。 トーモールでは、イオンモール武蔵村山、メンバーズカードを発行しており、専門店各店での買い物により、ポイントが貯まり、そのポイントを用いた抽選で、買い物券が交付されるというビスを実施している。他のイオンモールのメンバーズカードとの互換性はない。また、イオンや一部の専門店では、ポイントの付与、買い物券の使用はできない。詳細は公式サイト、 イオンモールメンバーズカード入会のご案内を参照。2006年、平成18年11月18日開店。ダイヤモンド式としては、東京都初出店となった。開店時には、北に百貨店の武蔵村山三越、中央に約180の専門店街、南に総合スーパー、ジャスコ武蔵村山店が出店し、 一つのモールに二つの大型店を配する形態に各一モールを取っていた。三越としても、郊外諸出店であるが、中3、イオンモール秋田、近鉄百貨店西京都店、京都ファミリーなど、他のイオングループが運営するショッピングセンターに進出した百貨店同様、売り上げ面では苦戦が続いた。そのため、三越は、同社の構造改革の一環として2008年、 平成20年9月25日に2009年、平成21年3月1日限りでの撤退を表明し、予定通り同日をもって閉店した。三越の撤退後、跡地にはしばらくテナントが入らず閉鎖された状態が続いていたが、3階に家電量販店の野島が出店することが決定し、この島の開店日となった2009年9月18日から、腰後は、 ノースタワーの名称が付与された。2009年11月20日、アパレル大手ワールドが運営する大型複合医療品店、フラキサス、フラキサスとスポーツ用品専門店、ビクトリアがノースタワーの1階と2階にそれぞれ出展した。これにより、ノースタワーは全面リニューアルオープンすることになった。なお、フラキサスはもともと センターコート付近にあった店舗を移転したものである。二千十年、平成二十二年三月二十日、旧フラキサス区画の一階部分の一部に、室内遊び場と、チーク玩具販売店の、ボーネルンド遊びの世界が開店。続いて、同年四月二十四日には、旧フラキサス区画の一階残りの部分と二階に、ファストファッション大手の H&M が開店し、この結果、 すでに出店していた、キャップ皿と合わせて、世界3大アパレブランドの店舗が、日本のショッピングセンターとしては初めて揃うこととなった。同時期にはモールへのバス路線についても新設、増便されている。2011年、平成23年3月1日、イオンリテール株式会社が運営する、各店舗のジャスコムサシ村山店は、イオンムサシ村山店に改称された。 2012年7月18日現在、出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を、商品券、クレジットカード、電子マネーでの決済が可能な店舗は公式サイト、ご利用いただける、クレジットカード、商品券のご案内を参照。 バスの停留署名は SC の名称変更後もしばらくはダイヤモンドシティのままであったが2008年2月16日にイオンモールに変更された2018年4月にはイオンモール武蔵村山に変更された公式サイトアクセスガイドも参照立川バス武蔵村山市内循環バス MM シャトル立川バスが運行受託 西武バス2018年9月1日より解消して、バス停も施設名と合わせた形になっているが、これは西武バスのみの措置で、立川バスのバス停名は、今まで通りイオンモールである開店当初設定されていた、玉川上水駅からの臨時シャトルバスは2007年2月28日をもって終了した。イオングループその他、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。